マイクロ。え、1マイクロ。トンビとの間の方からお伺いします。間でございます。本日は本当にお忙しいところをご視察いただきまして誠にありがとうございます。事故から2年半が経とうとしておりますが、いまだに、周辺の皆様、全国の皆様にご迷惑ご心配をおかけしていると本当に申し訳ないと思っています。改めて、お詫び申し上げます。それからこの度のまた汚染水問題、とりわけごくごく最近の、汚染水タンカーの漏洩につきましては、本当にもう復興に向かって、一歩一歩進んでいらっしゃる地域の皆さんをはじめ全国の皆さん、その一歩を鈍らせるような格好になってしまいます。本当に、申し訳ない、重ねてお詫び申し上げます。この問題は我々の経営のもう非常に、危機でありましてですね、それから喫緊の、最重要課題というふうに我々認識しております。社長をはじめ経営層が前面に立って、全力で、取り組んでいくということで、やっていきたいという決意を新たにしているので、私も、先月の22日からこちらに参りまして、経営として、現場にミッションを伝えて、陣頭指揮を取らせていただいて、こういうことでやっております。タンクの漏洩につきましては本当にいろいろと反省点はあるんですが、今までのパトロールの10人弱に比べてもう昨日から、昨日からですね、90人体制で、やりました。水位計もフランジ型タンクにつきましては3ヶ月以内、それから溶接型タンクにつきましても今年度中には全数水位計をつけて集中管理をするというようなことをし、さらに、先には、極力早い時点、早いペースで溶接型タンクに取り替えていくというようなこともしていきたいというふうに思っています。汚染水対策につきましても、現在は、とりあえず汚染水が汚れている部分、この海岸辺のところでございますが、4メートル、海抜4メートルの下にガラスの壁を作りまして、防いでおります、流出を。さらにそれを全部一周こう汚いエリアをガラスの壁で囲う、上に、蓋をして雨水も入ってこないようにするというようなことを進めていると同時に、汚染水源と考えられる、トネンチ、これも水を抜く作業をもうすでに取り掛かっておりまして、枝トネンチと分岐トネンチの水は一度抜き終わりまして、そこを今閉塞作業に入っているところであります。いずれにしてもそれからその先にはですね、もう汚染水を増やさないようにしないかんということで、まずは、タービン建屋の周りの、あるいはタービン建屋、原子力建屋の周りの水位を下げるということから、着手しつつ、地下水バイパスということをぜひやらせていただきたいというふうに考えていまして、その辺の検討を調整をさせていただいているところであります。その先には、海側の遮水壁、さらに凍土壁が今一番有力な候補となっておりますが、によります陸側の遮水壁を作りまして、水が汚い領域に入ってこないというような、地下水が汚い領域に入ってこないというようなことを進めさせていただきたいというふうに考えています。いずれにしても今回の問題は本当に申し訳ないことでありまして、経営として、全力で取り組んでいきたいと思います。我々の原点は福島の復興であるというふうに考えております。現場を預かる我々として、今後お国ともいろいろとご支援ご指導をいただきながら一体となって進めていきますが、特に現場は我々の責任であると認識しております。復興への一歩が鈍らないように全力を挙げて取り組んでまいりたいと思います。今後ともご指導ご支援よろしくお願いいたします。それから今日いただきました、本当にありがとうございます。ヤクルト安全もいただきました。このヤクルトを飲ませていただきまして、全員元気いっぱいで頑張っていただきたい、よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは続きまして、当発電所所長の小野より、タンクの漏洩の件を中心に小野でございます。今日よろしくお願いいたします。この6月にですね、前任の高橋を引き継いで所長をやってございます。事故後で言いますとですね、亡くなりました吉田から数えて3代目ということになります。今まではどちらかというと本当に事故の、後処理というんですか、それで結構走ってきたというのが印象だと思いますけども、なんとか私の代でですね、そこら辺にじっくり地に足をつけたような形でいろいろ品質等も考えながらですね、対応を進めてまいりたいというふうに思ってございます。今後ともよろしくお願いいたします。
発電所の概況なんですけど、今もう大体相沢の方からほとんど終わってしまったようなところあるんですが、とりあえずざっとですね、今の水の問題だけではなくて発電所の状況だけをご説明申し上げたいというふうに思います。こちら写真、福島第一上から撮った写真なんですけど、まあ、この北が左側が北になりますけど、福島第一っていうのは5、6号機が双子町で、1、4号機がですね、大熊町という2つにまたがった形で発電所が立地しています。で、まあ、1、4号機が今回事故でですね、かなり壊れてしまったというふうな状況なんですけども、まあ、5、6の方はですね、一応は安定的に今冷却が継続できてございます。で、まあ、こんな形で、もうタンクがいっぱい並んでいるような状態なんですけど、もともとはですね、ものすごく緑の多い発電所でございまして、ただ330万平 平方キロぐらいあったかと思いますけど、非常に広い発電所だったので、まあ、敷地もあったということで、今タンクがですね、置くスペースがまだかなりあったということが非常に、まあ、ある意味幸いしているところがあるのかなというふうに思っています。もうかなり木は切り込んで、タンクを据え付けたり、いろんな設備を置いたりというふうなことをやってございます。プラントの方はですね、おおむね、プラント自体はですね、冷温停止きちんとしてまして、大体原子炉も25度から50度に安定的に冷却ができているというふうな状況でございます。で、初めにちょっと水の話、流れだけご説明申し上げますと、実は原子力発電所、この1号機から4号機までの中には地下水が流れ込みます。これが1日400トンぐらい流れ込んでいます。この400トン流れ込んだものが、原子炉建屋のですね、格納容器の下に多分溜まっているであろう燃料のデブリですね、これと接触をして汚染水という形になってしまうと。で、まあ、このまま置いておくと、どん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 汚染水が増えてきて、最終的には建屋の外に出てしまうということがございますので、当然出ない間にこれを組み上げてどこかに溜め込むということが必要になります。で、その溜め込む前に一応セシウムをですね、除去する設備がございまして、これはサリーという設備、東芝さんが作ったサリーという設備とか、あとアメリカから供給いただいたキュリオン、それから一番初めにはフランスからいただいたアレバという設備ございましたけど、こういうものを使ってセシウムを除去して、今までタンクの方に溜め込んでいるというふうな状況です。ですから、まあ、ある意味、溜め込まれている水については、ガンマ線というのはほとんど出ません。ほとんどがベータ線を出す物質ということになります。で、まあ、こういうふうな形でタンクの中に水を溜め込んでいますけど、溜め込んだ水はですね、一部はもう一回原子炉の中に戻すということをやっています。注水ということをやっています。で、原子炉の中には大体1時間あたりですね、1プラント、5リューベぐらい入れていますので、ざっくり言うと1日あたり、原子炉1号から3号の原子炉の中に全体の水としては400トンぐらいを戻しているというふうな計算になります。ですから、400トン入ってきて、800トンを組み上げて400トンを戻すといったような水の流れになっています。で、まあ、それが一つ頭に置いておいていただけると、多分後でいろいろ水の話っていうのが出てくると思いますけど、今そのやっぱり水、当然ながら400トンずつ毎日増えていくんですけど、この水をどうにかしなきゃいけないということで、一つはまず建屋に流入する水を減らそうということで、地下水バイパス、それから今後はサブドレンといったもの、建屋の周りに昔から原子力発電所って、福島第一は水がですね、昔は入ってなかったというわけではなくて、昔から地下水が入ってくるような立地条件でございましたので、昔からですね、サブドレンというものを建屋の周りに、要は井戸ですね、設けてですね、この井戸で水を汲み上げて建屋の中に水が入らないようにしていたというふうな設計になっています。ですから、そのサブドレンをもう一回復旧してですね、建屋の中に水が入らないようにしようというふうなことを今計画をしている最中でございます。合わせて将来的には陸側の遮水壁といったようなことで、建屋の中への水を地下水の流入を抑えるということになるかと思っています。それから、汚染水、もう一つは、今セシウムだけは除去できているんですけど、その他のストロンチウムとか要はベータを発するような核種がいっぱいまだ入っています。これをやっぱり除去した方が当然ながらリスクは下がりますので、多核種除去設備、まあ、よくアルプスという名前が出てくるかと思いますけど、そういう設備をすでに設置してございまして、これで溜まっている水の中からほとんどの核種を取ってしまう、トリチウム以外はですね、全て今検出限界以下ぐらいまで落とせるというふうな目処が立ってございますが、そういう形で非常にきれいな、まあ、トリチウムもありますけども、きれいな水にしてしまうということで一つの考え方をしています。それからもう一つは当然ながらの話なんですけど、溜まった水、
水をきちんと溜め込むということが必要になりますので、まあ、今回問題ございましたけれども、今タンクの容量も現状で大体37万トンぐらい溜める容量ございますけど、すでに34万トンぐらい水が溜まってしまっていますので、これをですね、27年度の中頃には70万トンぐらい、さらには28年度中にですね、80万トンぐらいまで溜められないかといったようなことで、そのスケジュールで今は進めていくところでございます。ただこのスケジュールにつきましては、これからいろいろですね、タンクの、まあ、リプレースその他含めまして考えなければいけませんので、そのスケジュールまた今後変わってくる可能性があるか、多分もっと加速されるような形で変わってくる可能性があるのかなというふうに思っています。あと、いろいろ線量低減に取り組んでいますと書いてございますけど、放出ですね、放出率、放射性物質の放出率、自己投資から比べると1時間あたり800兆ベクレルととんでもない数字が自己投資はありましたけど、それがもう今は大体 0.1 億ベクレルパー1時間あたりそのぐらいまで落ちていると、非常に小さくなっているということが言えるかと思います。それから、敷地境界のあたりに線量を下げようということで、今まで瓦礫みたいなところはこうまとめてテントにを立ててですね、地面の上にこう置いていたような状態なんですけど、それもですね、半地下式のものにトレンチみたいなものを作りまして入れまして、その上から土をかぶせることで遮蔽をするといったようなことを今やって、そういう形で一生懸命線量低減にも努めているというような状況でございます。そのほかちょっとこの遮水器の話は後ほどちょっとざっとご説明いたします。あと、排出地の、一番初めの工程というのは、当然ながらプールから使用済み燃料を取り出すと、燃料を取り出すということが一番初めの工程になります。4号機につきましては、すでに燃料取り出し用のカバーというものが出来上がってございまして、現在はその燃料を取り扱うための天井クレーンとかそういうものの調整運転に入っています。あと、この、8月の末にはですね、プールの中に落ちている瓦礫の撤去、こちらの方に今も入ってございまして、4号は結構順調に作業が進んでおります。多分予定通り今年の11月ぐらいに使用済み燃料プールから燃料が取り出し開始できるのではないかというふうに思っています。それから4号機は一頃は傾いてんじゃないかとかいろいろ心配をされた経緯がございます。でこれに対しましては、いろいろ設計上ですね、地震が来ても大丈夫、こういうかなり壊れた状態で張りとか強度を考えながら地震が来ても大丈夫ような大丈夫だということは一応設計上は確認してございますが、それだけではなくて、こちらかな、ここにちょっと昆虫で申し訳ないですけど、プールの底のところにですね、32本鋼鉄製のつっかい棒なんかを入れまして、それをコンクリートで固めるようなこともやって、強度を2割ほど増したりもしています。あと、定期的にですね、年に4回ですが、プールの例えば傾きがないかとか、あとコンクリート自体が劣化していないかといったようなことをですね、外部の先生方も含め交えてですね、健全性の確認、これを行っています。今年は、第6回の検査をですね、8月の末までに行いまして、特に今のところ、問題が見られないということは確認をしてございます。4号の取り出しはこんなような状況でございますが、このカバー実は非常に頑丈なものでございまして、建屋自体には接触をしていません。自立型になっています。で、この大体4000トンぐらい の鉄骨を使っていますけど、大体東京タワーと同じぐらいの骨材を使った非常に頑丈なものとなっています。あと3号もですね、かなり建屋自体は傷んでいるんですけども、これも燃料を取り出さなきゃいけないということで、3号は4号と違った形、原子炉建屋の周りに、瓦台みたいな、高台と呼んでますけど、瓦台みたいなものを作って、それを利用していろいろ燃料を取り出すこととか、あと瓦礫を撤去したりといったようなことをやろうとしていまして、すでにその瓦台自体は完成していまして、現在はオペフロの方でですね、ちょっと今作業止めていますけども、いろんな瓦礫の撤去を行っている最中でございます。それで、さっきの水の話なんですけども、潜水の関係は先ほど申した通り1日400トンぐらいずつどんどん増えていると申しました。それで、一応ですね、海側にいろいろ計測をした、海側の地下水を取った結果ですね、トリチウムが非常に高いところが見つかったり、あとストロンチウムが一部見つかったりということがございまして、海にこれは漏れているんではないかということで、現在も調査いろいろ継続をしてございますけども、3つの原則、1つは汚染源を取り除く、それから水を近づけない、あと漏らさないといった3つの方針で今対応を一生懸命やっているところでございます。汚染水が残るトレンチにつきましては、この水を取り除くということで、すでに一部枝岩のトレンチ、そちらの方の水は取り除いて、これから閉塞作業に入ります。それからメイントレンチはですね、タービンとつながっていますので、なかなかすぐに水が取り出せるものではなくて、
多分来年になるかと思いますけども、一旦ですね、タービンのところに一回凍らせて、それで水を抜いて、で凍らせたところにまたこの閉止板を打つような形で作業を進めるということが多分必要になるかと思っています。ただその間何もしないということはなくてですね、まずはそのトレンチに入っている水をですね浄化しようということで、その浄化装置の方の今設計、それから製作等に入っているというふうな状況でございます。それから、対策の2つとして、地下水が入ってくるのを減らそうということで、さっき地下水バイパスということを申し上げましたが、これも今もうすでに設備としては完成をしていて、1日だいたい、井戸としては12棲持っています。位置的にはですね、位置的にはこれ、35メートルの高さに今我々いるんですけど、海抜同じような高さのところにですね12個井戸を掘っています。でこちら の原子炉建屋とかあるところっていうのは海抜10メートルのところなんですけど、まあ、ここがそういう意味では急勾配の乗り面になっています。ここのところに12世井戸を掘っていまして、まあ、トータルで大体1日あたり1000トンぐらい水が汲み上げられる能力を持っています。でここで大体1000トン汲み上げることで入ってくる水が多分ですね100トンぐらいは減らせるんではないかと、要は400トンのうちの、まあ、300トンぐらいに減らせるんではないかというふうに我々は考えています。で、まあ、そういうことで今まずは水を減らそうということで地下水バイパスを作りましたけど、地下水バイパスの中の水自体はですね、まあ、汚染というのはそんなに見られない、十分放射性物質の濃度も低いということは確認してございますが、これ使用するにあたっては当然ながら地元の関係者の方々、それから漁協の方々、こちらの方のご了解がいりますので、そこら辺今鋭意説明を行っている最中ということになります。それから海抜4メートルエリアって書いてございますけど、これは漏らさないということが一つございます。今緊急でやっておりますのはこの護岸のところにですね、水ガラスという、要は時間が経つと固まってガラスになる、そういうものを使って、土壌改良を行っています。この水ガラスというのは事故が起こって一月後に2号機のですね、この取水口のエリアから大量の汚染水が海にどんどん漏れていた、多分映像なんか皆さん覚えていらっしゃるかと思いますけど、時にあの漏れをですね止めたやり方で、かなり実績、そういう意味では非常に実績のあるやり方でございまして、現在今回一番初めに問題になったこの1号機の取水口と2号機の取水口の間の護岸、こちらの方の海側のですね土壌改良、要は水ガラスの施工は終わっています。ただこれ水ガラスを打っただけだと当然これある意味、流れてくる水をせき止めたという状態になりますので、いずれはこれ乗り越えちゃう、ダムと同じように乗り越えちゃう可能性が乗り越えてしまうことになりますので、これだけではダメで、その手前にですね、今ウェルポイントと我々呼んでますけど、要は強制的に水をですねバキューミングして汲み上げる、まあ、井戸ですね、特殊な井戸を28基かな、そのぐらい設けてどんどん水を汲み上げています。ですから現在はこの水ガラスの壁を乗り越えて水が外に出ているということはないというふうに思っています。この外側、水ガラスの外側の水位と内側の水位を比べますと内側の水位が低くございますので、そういった意味ではなんとかこのウェルポイントでの水の汲み上げがうまくいっているのではないかというふうに思っています。それから、対策を取ろうというのはこの1号機の取水口と2号機の取水口の間だけではなくて、2号と3号、3号と4号、こういう間のところもですね対策をすべて取ろうというふうに思っています。で、すでにこの、2号と3号の間の護岸には水ガラスの対策、土地改良、地盤改良ですね、そちらの方を開始しています。3号と4号も同じです。あとこれはですね最終的にはこの水ガラスの壁で汚染しているエリアをですね取り囲んでしまおうというふうな計画を持ってございまして、すでにこの 1号と2号機の取水口の間の、山側と呼んでますけど、山側のですね土壌地盤改良の方はすでに開始をしたところでございます。これらの対策、今年度中にはですね、今年中にはですね、どんどん対策を進めていて、今年中にはなんとか全て終わらせようというふうに考えてございます。それから、これさっきお話をした話ですね。あとですね、抜本対策ということなんですけど、今後ちょっと時間かかるという対策がいくつかございます。一つは海側に遮水壁を作るという話なんですが、これはもうすでに、去年、おととしぐらいからですね、基礎工事含めて作業をずっと進めているものでございまして、要は海側にですね、直径1メートルぐらいの杭を、鋼鉄製の杭をですね、どんどん打っていって、それを連結させることによって壁を作ろうというものでございます。すでに、この1、2号のですね、取水口の2号の取水口の前ぐらいまではその壁できてございまして、大体3分の1ぐらい。
長さで言うと3分の1ぐらい終わっているということが言えるかと思います。一応この海が遮水壁の完成ちょうど1年後ぐらい、来年の9月ぐらいを目途に今作業を進めているところでございます。それから、凍土方式によるあの陸側の遮水壁ということがございます。あのこの、青いというか紫の線で囲まれたところでございますけど、あの要はあの地面を凍らせることによってあの原子炉建屋、タービン建屋の周りにですね、あの大きな壁を作って取り囲んでしまうと、で中に水が入らない、地下水が入らないようにしようというものでございまして、まあ、これにつきましてはですね、なかなかここまで大規模、しかもこれ30年とか40年という場合によったらオーダーであのやらなきゃいけない場合もございますので、あのまだあの多分研究開発要素もかなりあると思いますし、実証もしなきゃいけないということで、これについてはちょっと時間かかるかと思っていますが、あの現在、ここに実はあの共用プールというのがあるんですけど、それの山側のところにあの今年ぐらいにあるのかな、あの小さなですね、実証の凍土壁を作ろうと、10メートル四方ぐらいのですね、壁を作ってですね、まあ、それで実証していこうというふうなことで今あの計画が動いてございます。もう一つはあのサブドレによる組み上げという話がございまして、これはあの建屋の周りにこの、緑の線でございますが、昔のようにですね、あのサブドレの井戸を作ってあの建屋に入ってくる水をその手前で組み上げてしまおうということを今考えてございます。あの実はもうすでに5、6号はですね、このサブドレというのはあの復旧が終わってございまして、ただあの水をそのまま昔のようには捨てられませんので、あの今はそれを溜め込んでいますけども、そんなようなあの5、6号の方は状況になっています。まあ、このサブドレも非常にあの地下水が入ってこないということに関しては有効なあのやり方かというふうに考えてございます。それから、今回ちょっとタンクから水が漏れました。それにちょっとご説明をざっとさせますと、あの今これ、1から4号機の周辺の状況になりますけども、タンクエリアがこのピンクで囲まれた範囲になります。非常にあの膨大な、だいたいタンクとしては今1000基ぐらいあるかと思っていますけど、まあ、その中でですね、フランジ型と呼ばれているあのフランジ接合の縦型の縦置きのタンクというのは大体300ほどございます。でその中の一つから今回ちょっと水漏れが見つかったということでございまして、あの位置的にはですね、この中でいうと今我々がいるのはちょっと外れてますけど、ここら辺に免震住宅がございまして、これのあの南だから北西側ですかね、あ南西側ですかね、南西側のこのエリア、一応のエリアのまあ、このタンクになります。で、あのまあちょっとこっちポンチでもう少し大きくなりますけど、まあ、ここに書いてあるこの位置であの漏洩があるというタンクが確認されたというものでございまして、あの、まあ、タンクの漏洩自体はここにありますけど、初めはこんな形で、水たまりがあるというのが分かってですね、その水た、まあ、我々あの、パトロール毎日この時は2回をしていたんですけど、あのパトロールの中で水たまり等があればですね、それ漏洩の恐れがあるということで線量を測ったり、場合によったらそういう対応を取るんですけども、今回も同じようにまず水たまりを見つけて、それから動き始めています。それで初めはですね、この水たまり の水の量、外に、まあ、出ている水の量からだいたい数十リットルぐらいの漏れかなというふうに思っていたんですけど、翌日にあのタンクの水位の低下を確認をいたしまして、だいたい3メートルぐらい場合によったら下がっている可能性がある。この3メートルというのは当然計算するとあの300トンぐらいに当たるということでございまして、あの、まあ、そういう意味で非常に大きな量のあの水が、汚染水が外に漏れた恐れがあるということで、あの現在いろいろ対策を取っているところでございます。まずこ の残っている水につきましては、もうすでにあの8月21日にですね、別のタンクにあの移送を完了してございます。それから今回漏れたタンクというのはちょっとあの特殊な経緯があるタンクでございまして、あの過去にですね、1回別なところに据え付けたんだけど、ちょっと地盤沈下があってですね、あのもう1回ばらして、それをもう1回組み上げたというふうな経緯があるタンクでございます。でまだ実はあの原因が分かっていないんですけど、まあ、その経緯がですね、場合によったらタンク あの漏洩に影響したかもしれないということもあってですね、同じ経緯を持ったタンクがもう2基別にございますので、そちらの方につきましては、まずはあの予防保全的にですね、水を移送してしまおうということで、1つのタンクにつきましてはすでに移送が終わってございまして、もう1基についても現在移送をしている最中でございます。あの同じようにあのこの地温のエリアの、その当該 その、移設をしたタンクっていうのは、あのこの13番とですね、もう一つ、13番と10番だったかな、2つですね、合計で3つ移送の経緯があるタンクでございます。あ と、このタンクの漏洩に鑑みまして、すぐにあのボルト、あのフランジタイプのタンク300基ほどありますけども、すべて8月22日にあのかなり詳細な点検、あのガンマ線、ベータ線を測るようなことも含めてですね、詳細な点検を行ってございます。
で、まあ、それで、実は漏れというのは確認をされて、他にはないというような確認をいたしましたが、2つほどですね、非常に部分的にベータ線の線量が高いところが確認をされたということで、そのタンクにつきましては、現在、漏れはないということは確認はしてございますが、まあ、まんまがいすることもあるということもあって、水の移送も、ベトナムタンクに水を移送しようというふうなことで計画をしてございます。あと、緊急の対策としましては、当該タンクの周りの汚染土壌のですね、回収といったようなことを、すでに8月23日から3日から回収をしているところでございます。あとは、ボルトタンクのですね、ボルト型、要はフランジ型タンクの周りのですね、席の点検補強といったようなこと、それから、海へ の, です、ね、流出の可能性というのがあるかもしれないということで、モニタリングの強化といったようなことをやってございます。ただ、今のところモニタリングの結果から見るとです、ね、海への流出、海への方への影響というのは確認をされていないというのが現状でございます。その他の緊急対策としまして、ちょっと先ほど相沢も申しましたが、パトロールの強化ということがございます。さっき申したように、今までは大体9人が交代で、1日2回というパトロールをやっていたんですが、それをですね、1日4回にしようということで、延べ人数でいうと、まあ、大体、現在では、60たす30、90人ぐらいですかね、今、多分、12時過ぎましたので、2回目のパトロールに回っているかと思いますけど、1回のパトロールで大体30人ぐらい、これ、こういうフランジ型のタンクのエリアって10エリアあります。ですから、1つのエリアに 3人ずつという配置を今してまして、30人が今、現場を回ってくれている最中だと思っています。あと夜間もですね、一応パトロールをしようということで、夜間はベータ線を測ったりということは非常に真っ暗で、結構く、まあ、真っ暗ってわけじゃないですけど、暗くて、なかなか時間もかかって危険だということもありますので、夜間は基本的に目視点検だけにしていますけど、そこもですね、当直の人間等を使って6名ほどで夜間もパトロールを行っています。昼間のパトロールにつきましては、現在は前は大体漏れがないか、漏洩がないかということを目視点検するということをやっていたんですけど、今はですね、それをちょっともう少し細かくしまして、さっき言った3名のうちの1人が要は床面のところに水たまりとないかというのを見ます。それからもう1人の人間は今度はタンクの側面ですね、そういうところでなんか水が漏れた跡がないかとか、サビがないかとかいうところを見るようにしています。でもう1人の人間がベータ線を測る測定器を持ってタンクの周りでベータ線を測るといったようなことをやっています。そういう形でちょっと点検の内容もですね、かなり強化をして、今パトロールの方は強化をしているというふうなところでございます。それから、緊急対策の2で、席の排水弁を閉じる運用に変更ってありますけど、実は、この排水弁、ここに排水弁ありますけど、この排水弁の運用というのは、これまでは平運用ではなくて、海運用にしていました。ですから、要は何かあった時には閉じるという発想で、要は水が漏れているのを見つけたらすぐ閉じるということを考えていたということなんですけど、まあ、今回のようにですね、まあ、場合によっては気づかないうちに水が漏れてしまった場合には、非常にこの海運用だと問題があるということもございますので、一応このドレン弁を閉じての平運用ということにするということで今考えてございます。ただ実はこのドレン弁を平にすると、例えば雨が降った時なんかは下手すると溢れて、非常に集中豪雨で大量の雨が入ってしまうと溢れてしまうということがございまして、まあ、その水をどうするんだというところが一つ問題となっています。で、今やっぱりそのまま捨てるわけにはまいりませんので、その水がですね、汚染されているかされていないか、場合によったら漏れがあるかないかというのを確認をして、確認して問題がなければ当然外に出すということはなりますけども、そうでなければこの水は多分タンクに回収といったようなことも必要になるかというふうに考えていて、それの運用方法については今検討をしている最中でございます。もう一つ、タンクの水が漏れているかどうかというのは、非常に一つ のやり方として、有効なのは水位を測るという形になります。水位が下がっていれば漏れているということになるんですけど、この水位の測定、当面はですね、サーモグラフィーを使ってタンクの外側からサーモグラフィーで写真を撮ると水位って水面、液面が分かります。それを使って当面は管理をしようということを今考えていまして、これ多分今、ベースになるサーモグラフィーの写真等を今撮ってございますので、多分来週再来週ぐらいからの運用が開始できるのではないかなというふうに思っています。あと抜本対策といたしましては、まずはこの今言った水位の確認というのが非常に有効でございますので、これについてはボルト型のフランジタイプのタンクにつきましては、今後3ヶ月ぐらいを目途に水位計を全部設置しようというふうに考えています。作業を計画を進めています。で、あとは、ボルト、このフランジタイプ以外のタンク、溶接タンク等ですね、そちらについても水位計をでもつけてしまおうということで、なんとか今年度中にですね、この水位計の設置、それから集中管理システムを導入して、水が漏れてもすぐ分かるといったような形を取りたいというふうに思っています。
それからもう一つタンクですけども、やっぱりあのフランジタイプのタンクというのはフランジ部分からの漏れというのは非常にあの可能性としてはありポテンシャルとしては持っていますので、こういうタンクにつきましてはあのなるべくやめていって、今後は溶接型のタンク、今溶接型のタンクも少しあの入れつつありますけども、なかなか溶接型というのはあの時間もかかるということもあって、フランジ型を主に今まで入れていた経緯がございますけど、この溶接型のタンクの溶接を行おうということ、それからこれまで使ってきたフランジ型のタンクですね、こちらの方もですね、あのまあ、経年劣化してきた、あの時間が経ってきたものについてはリプロイスをしていくといったようなことが必要だと思って、そこら辺の計画を含めて今後抜本的な対策を立てるということになるかと思っています。まあ、あのこれらの対応すべて含めてですね、あの、今あの今までは発電所と本店でバラバラでバラバラとこう協力してやっていたんですけど、集中的にやる組織として、あのうち の, あの広瀬社長をですね頭としましたあの汚染水タンク対策本部というのを作ってございます。そちらの方で多分これ一貫してですね、当面あの本店と、まあ、あの発電所、それから場合によったら他のですね事業所、まあ、ある意味東電全体でですね協力をして、あのこのタンクの問題、それから汚染水の問題を片付けようということで今動きが始まっているところでございます。私の方からの説明は以上になります。ちょっと長くなりました。申し訳ございません。今日一日本当によろしくお願いします。簡単に2つ。はい。はい。溶接型タンクの耐用年数って何年かが1つと、今の話聞いてて抜け落ちているなと思うのは、雨水、雨水、表面水ですね。はい。敷地内に降った表面水も汚いエリアを通過する可能性は十分あるわけですけれども、表面水はどういう処理をされているのかという。今、表面水はですね、特にあのこれといった処理はしてませんですね。そのまま流れています。あ、そうですか。はい。分かりました。じゃあ溶接型タンクは、溶接型のタンクの今耐久年数自体はですね、あの溶接型につきましてはあのきちんと点検を行うことで特に何年というものはないかというふうに我々は考えています。あのこれまでもですね、当然ながらあの、ろ過水タンクとかですね、いろんなタンク我々持っていますけど、基本的には溶接型です。そういうのはあのまあ当然点検周期それぞれあるわけですけど、2年とか3年とかそういう点検周期の中でですね、きちんと確認をして、あのまあ悪ければ当然補修をしますけど、そういうことをやってこれまで使ってきているという経緯がございます。あとあのパトロールについて、はい、先日あの東電からご説明国会の中で出てたんですが、はいはい、90名と、はい、10名から60名に増やして、さらに増やしたということですかね。いや、ですね、90名というのは多分延べ人数のことを言っております。で今3人1組で動いてらっしゃる、はいはい、それで基本的には昼間の間はですね、はい、まあ、単純に言うと10箇所を 3名でやってますから30名なんですけど、あのこの30名があの昼間の間は3回もあります。で夜はあの当直の人間含めて6名があの夜の12時ぐらいかな、その時にあの1回ぐるっと回るということで、パトロール自体は4回やります。ですからその90名っていうのはあの今言った述べた、いや違う、それとまた決算がちょっとややこしいんですけど、あの実は今あの社員をですね、あの中心に今中心で社員で全部それを賄っています。で、まあ、いずれはこれあの委託を考えたりも当然していますけども、あの今社員の中はあの、ずっとその社員をですね、1日これタンク3回回るともう1日全部かかりきりになっちゃいますので、この30名ずっとかかりきりにさせるにはいきませんので、あの今大きく分けると2パーティー作っていまして、初めのパーティーが月曜日と火曜日、それから2番目のパーティーが水木金だったかな、それで土日をまた初めのパーティーという形で今回そうとしていまして、そういった意味で言うと、あの単純に30名が2倍ですから60名になります。そこに当直のパーティーがあのご飯ありますので、5、6、30で90名というふうな計算です。多分その計算で90という数字を出しているかと思います。そうですね、そうです、あのこのタンクエリアのところはですね、きちんとさっきの話は多分ちょっと意味が違うんですね。タンクエリアのところは当然この排水管のところでいろいろ測定はしてございますので、基本的にタンクの漏れがですね外に出るということについては、あの今のところはそこの排水管のところの確認ということで問題はないかというふうには思っています。ただ敷地全体の雨水の管理はしてないということです。そこまではやっぱ、ただあのそれにつきましてはですね、一点一点全部調べるということは当然していませんけども、あのポイントポイントでですねきちんとサンプリングをしています。で当然水が流れるところとかいろいろございますので、そういう発電所の中でのポイントできちんとこうあの定期的にですね測定をしていて、その中であの特に大きな問題があるかないかということは確認をしてございます。ある意味、まあ、メッシュとしては非常にまたいろいろ議論があるかと思いますけども、我々はそのメッシュで十分だと思っていて、そのメッシュであのポイントでの確認をやっていて問題がないということは確認しているということでございます。
あのフランジ型のね、あのマスコミ等でフランジ型の寿命が5年だというようなことを報道されてるんですけれども、はい、あれはパッキンの劣化がネックになって5年ということなのかなと思ったりするんですが、あのそもそも5年というのは結果的にその間に合わないから5年になったということなのか、その辺のこうどういう結果でそんな話になっているのか、ちょっとそこを知りたい。これは私が聞いている範囲でいうとですね、あのやっぱりあのタンクの製造のメーカーさんはあの5年ということはおっしゃっていると聞いています。ですからあの製造の過程で なったとかいう話ではなくて、タンク自体はですね、5年ぐらい持つということで設計をされている。当然その発注条件としてもそれを認めて当然5年ということでされたということになるわけですね。ですから、はい、その判断というのはどういう判断だったんですか。5年で良いかということでしょうか、はい、あの多分5年あればですね、あのまあ、水の問題ですかね。そうですね、あのボルト型 あのいわゆるフランジタンクっていうのはやっぱりあの製造者側に言わせるとですね、やっぱり通常は5年だと。でそれ以上そのあのやっぱり出来のいいのは10年持つものもあるし、悪いのは少し短いのもある。だけど基本的には5年は持たせるようにメーカーも一生懸命作りますということなんで、まあそういったことが5年で、じゃあ5年したらどうするのということになりますと、まあいろいろとメンテナンスの仕方、あの点検とかメンテナンスの仕方っていうのはそのだいぶ我々なりに工夫をして少しでも長く持つようにやりますが、基本的にはその先は取り替えていくということにならざるを得ないというふうに考えております、まあ、なんかちょっとその甘さがね出てるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとそこがよくちょっと今の説明だけでどうも一つ納得しづらいですね。あの多分ですね、あの当時はとにかく溢れてくる水を何とかしなきゃいけないというのが根底にあったと思います、うん、そういった意味で、はい、あのまあ、フランジ型のタンクよりは当然溶接型の方がいいと言えばいいんですけども、納期が間に合う、まずはそのとにかく作ろうということで始まっていますので、あの多分その時頭の中でですね、将来これをそのいつ置き換えるとか取り替えるとかってことはあの考えてはいたと思いますけど、その前の段階としてとにかく水を溜めるものを何とか作らなければというのが初めにあったと思います。ですからその後としてですね、やっぱ5年というぐらい持つというのがちょっと我々の中にも油断があったとは思いますけども、やっぱそれを後を受けた我々の方できちんとですねパトロールなりで抑えていく必要があったというか反省であるかというふうに思っています。説明で確認ですが、1800とか高いあのミリシーベルトが測定されたところは漏れはなくて高かったんですか。そうですね、あのちょっとまず初めにですね、1800という数字なんですけども、うん、あのガンマ線ではないのでベータ線でございますので、これ当然少し離れるとですね、当然そのあのガンマ線というのはあるポイントで1000とか言うと結構離れていても1000なんですけど、ベータ線ですから少し離れるところ一気に下がります。そこがまず一つ違うということがあります。で、あの一応ですね、我々の考えとしてはそのベータ線の1000とか高いものが確認されたところの下、あのまあどっかに絵があるかな、タンクもですね、タンクも特徴的にホットスポット、あの絵が横の、あ、これですね、ですね、この実はあの一番下のですね、あのところのフランジのところに確認をされているんですけど、それの下すぐ脇のところのですね床面とかを見ても漏れた跡とか一切ございません。ですからこのホットスポット自体、まあ、ちょっと今我々なぜこういう高いところが出てるのかっていろいろ検討しているところでございますけども、基本的にはこれがあったからといってすぐそこのところが漏れたというふうなことは我々は考えていません。ただね、あの理由がわからない方が余計困ると思うんですよ。あの漏れなら漏れで、説明がつきますでしょう。で理由はわからないけど、そこは確かにベータ線であっても尋常な値ではないので、それはあのどのくらい、逆に言うとその発見以降どのくらいくまなくこう点検されたんでしょう。ベータ線は測りにくいのも分かりますけれども、はい、あの今、これさっきも言った通り、この、強化したパトロールというのは今週 の月曜日、月曜日から始まっていますけど、実はあのその前からですね、ここまではないにしても一応あのかなりの人数積み込んで点検は暫定、あのパトロールは暫定的に強化をしていますけど、その中で、こういうあの高いところに使っているタンクというのは基本的にあの5基ございます。でその5基について、あの実はあの昨日ですね、この高いところを要は覆ってですね、覆いをつけて測定をしていますけど、覆いをつけて測定するとあの要は基本的に線量というのは一気になくなってしまいます。
何を意味しているかというと、そこのところだけ本当にホットスポットで高いということを意味しているということだと私は思っていますけど、そうなると多分周りにですね、もし漏れたということであれば、その周りにかなり の汚染がございますので、そういうところは今のところは見られていないということは防止として言えるかと思っています。ですね、タンクの底板って底板があります。フランジにつながってます。でフランジのこう、まあ、こういう丸い円盤がこういういくつかのフランジでつながってる。フランジの一番端っこのところが高い数字が出てきました。この数字は漏れたのか漏れてないのかということになりますが、このフランジの間に使われているパッキンというのが水を吸い込むとぐっと膨らんで、それで漏れないように刺激性を高めると、そういう性質の構造になっている。ですからどうしてもこのパッキンには ある程度中の水が、少し滲んでくるという性格のものがあります。でこれは少し問題なんですね。ですからこのパッキン部分を今言ったように遮蔽するとか、周りに人間が作業する場合には影響を受けないわけじゃないですから、そういうようなことを今少しずつ進めているところです。なお、今回のリークの後に全タンク、規則、タンクから大体1メートル高さ50メートルで全周、測って回るということを一度やってます。でその後今回の90人、まあ、もしくは60人体制のパトロールが始まってまして、その時もこの規則1メートル高さ50センチの やつを全部毎回測っておりまして、その時に少しでも高いところが出たら、その汚染源はどこかというのをチェックしている。そういうことを毎日やっています。でそれ以外に今度は少しこう余裕ができたというか少し落ち着きましたね。人間の数も限りあるので、で今度は全部この定番の周りをこうやって測るということも緊急にやる予定であります。今現在何機測られたんですか？要は基本構造はみんな一緒なわけですよ、パッキングとかだったらね。そうするとどこでも起こりうるって考えた方が、今のご説明。それはですね、フランジタイプ のタンクはですね、300キロであると申しましたけど、全部やっています。で発見されたのは3機、5機ですね。高いところがあるっていうのは5機です。データ各種は何ですか？データはストロンチームですね。ストロン、はい。このフランジ型のタンクというのは、その5年にしろ3年にしろいずれ経年劣化が来るというのは我々も承知しておりましたので、すでにそのリプレース計画というのをいろいろ計画し始めたというところだったんです。でそのリプレースするにはどうしたらいいか、まずメンテナンスでどこまで持たせられるか、それから各タンクの素性でしょうかね、建設記録あるいは現状をチェックして、で優先順位をつけて、じゃあこれ一番持ちが悪そうなものから順番にリプレースしていこうという計画を検討をし始めていたところの矢先だったんで、まあ、そういう意味ではもう少しそれを早くっていうのは非常に悔やまれるところなんですけども、まあ、そんなつもりでやっていました。で今後それをよりスピードアップしてこのリプレース計画を立てて、でできるだけフランジ型に素早く切り替えた、こんなようなことですか。H4 のナンバーファイブのタンクで漏れが出て、H1 に置いてあって一番沈下したタンクだと。で、それがまあ判明したって言って、我々、まあ、私部会で説明を受けた時に規制庁にそれは規制庁として判明したっていうふうに資料に書いてあったんだけど、規制庁も知らなかったのか、本店も知らなかったのか、あるいは本店までは来てたけど本店から、政府の方に来てなかった、規制庁の方に来てなかったのか、どこで、伝達経路が止まってたのか、協力会社のところで止まっちゃってて本店も知らなかったってことなのかどうなのかって聞いたんですけど、それとタンクの話は私も今国でずっと言ってんだけど、これ TKK にの汎用品ですよね、一般の、はい、でそもそもその汚染水のために作られたタンクでも何でもないし、さっき水含む構造がちょっと問題があるっていうのもちょっと根本的な話で、それをリプレイスするとか もちろん緊急避難的な対策は必要なんだけど、もうそもそもですね、例えばもうはっきり言うとアルプスの後のトリチウムの水も多分向こう何十年とかってちょっと溜めていくときに、専門のタンクをですねちゃんと持ち屋にそういうところの技術を持ってる会社に設計させて、でそれをしっかりと施工していくと。でしかも後ろから入ってくる水が止まんなかった時のことを考えてですね、少しこう最前線から引いたところにそういうタンクを、まあ、それなりのさらに容量の大きいものを少し作っていって、アルプス後の水は最前線から少し後ろに下げてやると。でそこで、まあ、線量も下がるわけだから集中的に管理
もうちょっとこう線量の低い中でしっかりと管理していくっていう考え方、私は少なくともやっぱり遮水壁作ってですね、水入れないっていうのと同時に最悪のシナリオも考えて後ろのことも考えていかないといけないんだと思うんだけど、タンクはもう設計し直すって考え方、東電さん全く持ってないんですか？いやいや、あのタンクの設計含めてですね、今後どうしようっていうのはこれからさっき言ったあの対策本部でですね、鋭意進めたことになると思います。非常に緊急性の高いお話だと思っていますので、タンクは地下貯水槽の時みたいに東電さんが設計して前田にやらせてあんな風になっちゃいましたって話じゃダメだと思うんですよ。やっぱ持ち合い持ち合いにちゃんと専門の業者にやらせて、で、まあ、水系もあれも水系ついてたけどちょびっとずつ漏れてたから分かりませんでしたって話でしたよね。と今度も水系つけても同じような話になるとまた二の鉄踏むわけだから、やっぱり水系つけたことが抜本的な解決にならないと思うんですよ。絶対に漏れないっていうタンクを作らざるを得ないと思うんです。だ設計からも本当に作り直すってぐらいのものを、緊急性のあるものをリプレイスしながら後ろでそういうタンクも設計してですね、同時に進行していくっていう方向が必要だと思うので、はい、おっしゃるとおり、で我々の今その次のタンクですね、おっしゃるように1000トンじゃ少し小さいんじゃないか、あるいは本当にもっと絶対漏らないという可能性をより高めておくようなタンク、そういったものにリプレイスしなきゃいけないんだ。だから今後そういうその淡水を含んでいるタンクもありますし、きれいな水、それから中ぐらいの水、それからとても汚い水、そういったものをケース分けして、それで例えばですね、タンカーなんかは二重底になってますね、船底が。そういうような技術もことによったら活用できるんじゃないかというようなことも含めて一般計画を詰めていると、こういうことで考えています。それぜひお願いします、はい、それとさっきの質問は答えてもらいたいんだけど、はい、協力会社が本店にすら報告してなかったのか、本店までは来てたけど本店が規制庁に報告を上げてなかったのか、どっちなんですか？ちょっと確認いたします。で今日お帰りになるまでに答えたい。申し訳ありません、時間のスケジュールで、はいはい、本当はまだまだ皆さん質問があるんですけど、また車の中とかいろいろ